佐々木の坊です。八郎園作馬百選、今宵もうまい酒、うまい魚、そして良き酒人を求めて八戸のロマンあふれる酒場をさまよいます。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。昭和通りにやってまいりました。これからお邪魔しますのは季節料理高橋さんです。紫の露蓮がとってもなんか心をくすぐります。いやいい雰囲気ですね。もうこのカウンターといい、私の大好きな ありがとうございます雰囲気のお店です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらって、はい、結構前からあると思ったんですけど、何年前からされてるんですか？もう20年になります。20年、はい、長いですね。なんとか細々と。いや、このお店の作りからもう年季を感じます。はいはい。じゃあ早速ちょっと、はい、飲み物をお願いしたいんですが、はい、飲み物のメニューというのは特別なくてですね、はい、じゃあですね、この雰囲気はやっぱり日本酒なんで、はい、日本酒何かおすすめございますか？八仙と、坊って、福島の酒があるんですけども、じゃあとりあえずですね、はい、八千をいただきますか？わかりました。じゃあ早速いただきます。はい、どうぞ。うん、この八千のこの辛いんだけどこのフルーティーな感じがもう大好きですね。はい、あ、こちらがお通しですね。はい、今日のお通しはこれは水と、カツノコのうわ、じゃあいただいてみます。はい。うん。なんか贅沢な。はい。数のこのシャリシャリ感と水のこのシャリシャリ感がものすごく合いますね。はい。で、こちらメニュー見ますと、はい、あのお寿司のメニューもすごいたくさんあるんですが、はい、前寿司屋で修業したもんですから。お寿司屋さんで。はい。はい、いや、じゃあ魚の目利きは完璧ですね。はい、どうぞ。締めサバです。はい、うわ、なんか大ぶりなサバですね、これは。はい、一応前置きの銀サバ使ってます。銀サバ、はい。うわ、あの私サバにはうるさいんですよ。あたた。いや、じゃあこれもちょっともう早速いただいていいですか？はい、どうぞ。うわ、すごい。いただきます。はい、どうぞ。口に入れた瞬間にこの油が、ね、このまたいい油、 ありがとうございます。甘い油が、でまたこれがお酒に合う、合わないわけがない。締め加減ももう絶妙に、ありがとうございます、ね、はい、生に近い感じで、まあ、そうですね。いや、あのこれはもう、はい、銀サバ、はい、そうです、っていうことですけど、はい、今もうかなり八戸でも取れないじゃないですか、そんなに。そうなんですよね。よっぽどのルートをお持ちなんですね。まあそれなりに魚屋さんと。こちら始めて20年、はい、あの前はお寿司屋さんだったっていうことですけど、それは、はい、お寿司屋さんを辞めてからこちらを開こうと思ったのか、開きたくて辞められたのか。自分で開きたいなと思って。開きたいっていう、その志は。いや、自分でも自分で、ね、やってみてどんくらいできるかなと思って、はい、ちなみに何歳の時に、今か20年、今おいくつですか？今58ですね。58ってことは引く20で、はい、38歳の時、はい、うわ、まさに志ですね。まあでも普通の寿司屋さんに比べればスタートは遅い方だと思うんですよね。最初から寿司の業界に入ったんじゃないのかな。でもこれだけ、ね、写真見ればたくさんのご常連さんがついてるというところに、もう大将のこの熱い思いが皆さんに伝わってるんじゃないですか。全然そんなことないと思いますけど。いや、このヒレ酒の、はい、だんだんこの、ね、茶色くなる。そうなんですよ ね、はい、あ、香りがもう香ばしくてですね、たまらない。はい、
トウモロコシのかき揚げです。はい、ありがとうございます。なんかカレー塩で、カレー塩で、はい、なんかすごい彩りも美しく、ありがとうございます。食欲をそそる今の季節にぴったりですね、はい、これもじゃあガリッと、はい、なんか手づかみでいきたいような感じもありますけどね、はい、いただきます。はい、どうぞ。コーンの甘みと、はい、この揚げたことで油が出てきて、はい、それとそのあっさりさをカバーして、はい、 そうね、そこにカレーの味がついて、はい、これ今度お持ち帰りしていいですか？ものすごく美味しいです、はい、このコーンって地物ですか？はい、そうです。うわ、だから美味しいんだな、はい、これからこの高橋さんをどういうお店に酒場にしていきたいですか？はい、ですね、職業や年齢とか関係なくいらしてきたお客さんが楽しく飲んで、また楽しく帰ってまた来ていただけるようなお店にしたいなと思って。私この短時間でどんだけ楽しんでると思います、はい、もう酒からさまと本当にもうその心意気はすごい感じました。 ありがとうございます。そしてもう一つ、これはお決まりのいつものなんですが、はい、大将にとって酒場とは何でしょう？はい、自分が楽しめる場所であるということだと思います。いやー深いですね。いやいやいや、だってもうお客様を楽しませるためには、はいはい、大将自らが楽しんでないと、はいはい、ね、そうですね、はい、いやいい酒場見つけちゃったな、はい、ありがとうございます。季節料理高橋さんでした。料理、雰囲気、そして大将のあの人柄、もうたまんないですね、こちらは。ということで次回お邪魔するときは大将の本気のこのお寿司をいただきに参りたいと思います。いいお店でした。何度もやり直して昨日よりもっと、方法は一つじゃない、変化こそ情動南部電機。大地の恵みと南部当時の技が織りなす珠玉の一品、陸奥八仙、陸奥男山、華やかな香り、芳醇な味わい、今宵のお供にどうぞ八戸酒造。スマホでタクシーを呼ぼう。宮古タクシーのアプリをダウンロードして場所を指定するとすぐ呼べる。スマホで乗れる八戸宮古交通。老町にやってまいりました。これからお邪魔しますのはこちら高昭和霊1階にあります遊び場ジョアンさん。遊び場、果たしてどんな、酒場なんでしょうか。楽しみです。たまにあんのアンナさんとジョーさんじゃないですか。あらあら、こんにちは、ね、あれハッチのアン、たまにあんさんは、はい、まだやってましたよね。そうですね、今年から、3階に移りまして、フランチャイズ店としてオープンしてます。フランチャイズ店、たまにゃんグループたまにゃんグループ。ちなみにあちらで、うん、結構長くやってますよね。そうですね、もともと最初が、2階で、1年やって、で1階に降りて5年、そして大人になって遊び場ジョアンに大人の店ができちゃったわけですね。こちらの遊び場、遊び場、はい、遊び場っていうのはどんなことやってるんですか？まずもちろん大人の、うん、大人のボサノバのライブはもちろんあって、でその他に私も占い師なんで占いもやってます。後で見てください、ね、もちろんです占いもやってます、うん、そして、たまにマジックショーもやります。マジックショーも、はい、ありがとうございます、ね、この雰囲気だとやっぱウイスキーですね。ウイスキーということでシーバスをロックでお願いします、はい、うわーシーバス美味しいな。どうぞ。あ、失礼します。はい、ありがとうございます。これお通しに、はい、
これは何ですか。これこれビーフジャーキーなんです。ビーフジャーキー、ええ、私あの30年くらいアンチョビとビーフジャーキーを作ってますんで。手作りで、はい、ちなみにビーフジャーキーってどうやって作るんですか。ですね、話せばあんまり長くなるまあその辺端折ってて端折って、その長い工程を聞くとこのヒテクエロイ食べるの緊張しますね。延べ1週間1週間っていただいてます。あの私知ってるビーフジャーキー硬いですね。これはそうですね。というか噛めば噛むほどいい味が出てきますね。そこにこのシーバスを、これはいいですね。ベストマッチ。お待たせしました。何ですかこれは。じゃん。おかもち。おかもちです、ね、おかもち、おかもちです。これは豆腐ですか。はい、あのお客さん来てから作るようにしてます。これはこのままいただけばいいですか。ここに何かありますか。こちらにですね、岩塩なんです。岩塩、ヒマラヤ岩塩なんですけど、まあ、地層の、深さでこれがこういうヒマラヤの、そうですね、であと真っ黒いのもあるんですけど、これどちらかというと硫黄分が多くてですね、なんかかけちゃうと卵豆腐みたいな卵豆腐なっちゃうような香りがします。あ、本当になんか硫黄のこの温泉な香りがしますね。いただきます。うわ、もうこの大豆のいい香りがもうそのあんまきて、またこの確かに温泉卵ですね。そうですね。そしてアンデス、ヒマラヤの。私的にはこのヒマラヤの塩の方がこの豆腐のうまみをすごい引き出して好きかもしれないですね。ちょっと気になったのが、はい、こちらの遊び場、うん、ジョアン、うん、ジョアンってこのお店の名前って何なんですか。ボサノバのなんか巨匠みたいな方が、巨匠ジョアン・ジルベルトっているじゃないですか。知りません。その方のところから、まあ、私たちボサノバ歌ってシュバンドスパイス活動してますので、せっかくだからボサノバにちなんだ名前でジョアンっていうのもありながら。そうですよね。いや、まさにもう大人の遊び場。まあ気持ちわかるな、俺も出たい。いや、だんだんにこの遊び場の本質が分かってきたような感じがします。ということで、占いお願いしていいですか。はあ、なんか現状やばいですよ。もう参りました。いやー、ということで今度誰か連れてきてちょっと占いに連れてきますから。ぜひ連れてきてください。もうちょっと小腹が空いたんですけど、何かこの締めで何か一品おつまみいただきたいんですけど。はい、お待たせいたしました。アンチョビ茶漬けです。これは美味しそうですね。これはハチにありますタマニアンの頃から作ってるものですので、ちょうど6年ぐらい経ってるやつですね。6年。はい、締めとしては明日の元気をもらってるような感じがします。アンナさんにとって酒場って何ですか。酒場とはまさしく私の家のリビング、遊び場。遊び場、ジョアンさんでした。もうジョーさんが作る手作り感満載のおつまみ最高です。もう最後のアンチョビのお茶漬け、あれは次回ダブルで食べたいと思います。そしてアンナさんの占い、完全に当たってました。で、なんか調べたらばネットでも有名な方で、もうぜひこちらアンナさんの占い、皆さん来るだけでも価値があると思います。いい酒場でした。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。